私は高砂の歌い本だけを持って川の土手の上に倒れていた。なぜあんなところに倒れていたのか、なぜ能の歌い本を持っていたのか、どうしても思い出せない。自分の名前も家も思い出せない。ただ歌い本だけが私の素性を知る手がかり。私を助けてくれた能楽師の松野さんの家に住まわせてもらいながら、私は高砂について教えてもらうことになった。よろしくお願いします。あなたには今まで高砂の歌い、リズム、そういうことをいろいろお話ししてきました。今日は能装束と能面についてお話ししたいと思います。ではまず能面についてお話ししたいと思います。今日使う能面は簡単男という能面です。このように面袋と言われるものの中に入っております。木だけの形になっております。これに面紐という表を結ぶ紐をつけていきます。この面紐には今使っている黒、それ以外にも赤や白がありまして、それは頭の髪の毛の色によって変わってきます。このように面紐がつきましたら、次に当てというこういったものをここに貼っていきます。この当てには自分の顔の角度と能面の角度を調整する、そういった意味があります。まず当てが当たる部分、この辺りにつけたらいいなというところを検討しまして、そこにビニールテープで貼っていきます。まず頬骨、この辺りに当たる位置に小さい当てをつけます。そしておでこに当たる位置に大きめの当てをつけます。この能面、簡単男と呼ばれる表ですけれども、これは簡単という曲に使われる表でもありますが、高砂のような神様の顔としても使われます。そしてこれで顔に当てる、いい形の角度を決める作業があります。これが能面をつける前にする作業です。次に能装束についてお話しします。まず能を舞うときに持つお扇子、これは中景と呼ばれる先が広がったものです。このような模様が描かれた非常に高価なものです。それに対してこの着物の時に使うお扇子というのは、先が閉じてある沈め扇という扇を使います。この差が能と姉妹、あるいは舞林、こういう時との違いになると思います。頭にかぶるものとしまして、黒垂れというものがあります。これは馬の尻尾を黒く染めたものなんですけれども、かなり長い髪の毛になります。これを頭の上で透き冠という冠で押さえて留めるというふうな形になります。そしてその中には額に鉢巻きというものを巻きます。これはほとんど見えないんですけれども、かすかに髪の毛の中から赤いものが見えていると、そのような効果があります。そしてこの装束なんですけれども、いわゆるシャツ、ジャケット、ズボン、洋服の言い方です、言いますとそのような形になります。これはまずシャツに当たるものでして、中に着るものです。紅白の段になった着付け、紅白段厚板というふうに呼んでおりますけれども、この紅白になった部分、この着付けは、脇の用、神様が出てくる曲に用いる着付けで、ほぼ専用です。
その上にはかなり大きなものなんですけれども、狩り絹、合わせ狩り絹と呼ばれるものを着ます。後で身に添えてみた時に分かるんですけれども、袖二幅、身幅、また袖二幅というようにかなり大きな代物です。これは縦枠に切りと呼ばれる模様です。これも脇のによく用いる装束の模様です。これは白大口と呼ばれるものでして、背中側にうね織りというもので非常に硬いものでできております。そしてこの先ほどの狩り絹を腰帯と言われる腰につける飾り帯、これで留めていきます。この模様も河原留めというものでして、脇の神様の曲に用いる模様です。では実際に今平面で置いておりましたこの装束を立体にしていきます。そしてまず形として立体にする、その上で体に沿わせることでより立体になっていくところを見てもらおうと思います。この大口は前からの紐と後ろからの紐でできておりますが、後ろのこのうね折りの部分を真ん中で2つに折ります。そしてこの紐を通す。このようにして横から見ると平面だったうね折り部分が立体になっています。これを黄ばねというもので腰に刺したこの黄ばねに持ってより立体にしていく、これが脳の大口、ズボンの履き方です。次に狩り絹、上に着る狩り絹に露をつけていきます。この露には小さい露、小露と呼ばれるもので、前の重なりを止めていくもの、そして袖口につけます。非常に長いこの露で飾りにしていくものがあります。このように所定のところに骨湯をつけますと、次に袖部分に長い露をつけていきます。この露には折り方によって上に上がっているのと下に下がっている、こういうふうな折り方があります。前はこのような形になります。前と後ろがつきますと、この先端の部分をこのように閉じておきます。そしてこれだけでは上につけます冠、あるいは袖が引っかかる場合がありますので、ここの部分を糸針で留めていきます。装束で使う糸と針はかなり太い
糸と針です。しかもこの2本の糸をより合わせることによって1本の太い糸にしていきます。このように2つがより合わさった糸をもう一度逆方向に寄っていきます。これは能衣装、装束をつけるときにはだけたりとか長い袖を短くしたり、そういうふうにするときに使います。このように一本の糸にします。これで完成です。先ほど作りましたこの糸針で一針留めておきましょう。このように能装束は糸と針、この2つを使いまして常に留めていく。そうすることによって曲中で能衣装がほどけたり、あるいはトラブルが起こったりすることを防いでいます。このような形になります。今上の着付け、そして大口、この2つがつきました。先ほど床 に置いていた平面だった大口がこのように火羽の力で跳ね上がることになっています。非常に立体的についていると思います。で、この2つの装束、だいたい 7-8 キロの重さがあるんですけれども、腰の部分で紐で頑丈に結びつけてます。ですので意外と重さは感じません。ではこの上仮絹をつけていきたいと思います。上に仮絹がつきました。先ほど申しましたように袖には2幅、身に沿って1幅、また2幅というかなり大きなものです。この袖は普通に持つと手が隠れてしまいますので、手を持つところで折り返して何重かに折り返して持つ、このような形になっています。瓦どもいの腰帯はかすかに見える程度ですけれども、飾り帯として意味がなしております。このように長い袖を先ほどの糸針で結んでいきます。し手の手の長さによって袖の長さは変えられますので、大きな人から小さな人まで使えるというふうになります。ではこれから表をいただいていきます。この顔に私がなることで神様になっていきます。それとともにこの表に対して能面に対して敬意をいただく。必ず受け取った表は一度いただき、そして返して面紐を後ろにさばいていきます。紐の位置このあたりいいですか。はい、締まりです、はい、はい、もう一つこっち、はい、結構です、おお。お疲れ様。そろそろ雨が降りそうです。お茶でもしませんか。そろそろいただきましょうか。この辺り和菓子屋さんなんてなかったと思いますけど、どちらまで行かれてたんですか。意外と近くにあるんですよ。近くってなんていうお店ですか。相生の餅っていう
店なんですけれどもね。そうそう、高砂にも相生って言葉が出てきますよね。相生の松の精、夫婦と源氏来たりたりと。この相生っていうのは共に生まれると書くんですけれども、それを共に老いると当て字をして、夫婦が末永く幸せに暮らすことを表すこともあります。そうそう、あそこのあの夫婦の松も樹齢600年を数えるんですよ。600年。その頃は世阿弥の脳にみんなが歓喜したもんです。そういえば400年ほど前にここに干ばつがあったんですよね。あの時はとっても喉が渇きました。え？いただきましょうか。